もうこれね、間違いなく落としてしまえばね、あ、ここがいいかな、あ、来た来た、これだ、よっしゃ、OK、行きます、アラーム鳴ってる、アラーム鳴ってるんですけど、まあ、行きましょう、そのまま右アーム、これ刺してね、奥アームと、あ、つまみ寄せできなかったですけど、これも多分ね、感動でそのまま落ちてくれると思うんですけどね、ここから一気に、あ、OK、OK、寄せできた、寄せできた、というわけで本日も始まりましたクレッチャーチャンネルです。本日もねバンバンぬいぐるみでやっていきますね。よろしくお願いします。ちょっとね周りにお客さんが増えてきたんです。あの早速プレイしていこうかと思います。というわけでねちょっと、あ、両替してくれ、ちょっと両替しに行きます。ちょっとね一番近いところのあのあれがねあの使用負荷になります。はい、というわけでまずいつも通りね3000円両替していきます。で今回ねあの延長もまだ今のところしておりません。もはやなんか2500円ぐらいでねサクッと決まっていてね、はあ、いい感じです。ああいい感じです。3000円いきます。よいしょ、はい、というわけで、はい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 、はい、というわけで意外とねお客さん少ないですけどね、うん、あのスタッフさん少ないですよね、スタッフさんがね、はい、というわけで3000円いきます。はい、というわけでいきましょうか。というわけでね、こちら行きます。ね、これね、ちょっと見てください。これね、あの奥の子出てるでしょ。奥の子出てるんですけどね、これね、先ほど一回プレイしてね、あ、これ来るなと思ったんでね、ちょっとね、あの動画に書いたんですけどね、行きます。ね、これね、奥の子ではなくね、中段の子なんですよ。この奥の子めっちゃ出てるでしょ。ただね、これね、中段の子はね、あ、うわ、当たらんのか。当たった。あ、何のとこ当たったの？ OK。上が行きそうですね。上も下も行きそうですね。まあ、個数制限2個なんで、どちらも OK。10、9、8、7、6、5、4、3。まあ、ちょっとね、テンションかかったままね、アームを下ろすとね、怖いんでやめておきましょう。はい。もうあの子もね、時間の問題です。後ろのね、背中のヒレがね、引っかかってるんでね、ちょっとそこまで外れない状態になってるんですが、とりあえず真ん中持ってきます。よし、行きましょう。あ、もう当たりそうですね。というわけで、これね、間違いなく落としてしまえばね。あ、ここがいいかな。あ、来た来た。これだ。よっしゃ、OK。行きます。ドン。はい。というわけでね。もう一回行きましょうか。一応、個数制限2個なんでね、これも行きます。14、13、12、11、11、12、8、7、6、5、4、OK です。はい、というわけでこれ行きましょう。ちなみに横に社員さんいますからね、はい、バレないようにあのゲットしてます。両替チークも行いますか。というわけでちょっとこれ無理そうなんで、はい、というわけでスペコザウルス2体ねまさかのディスプレイゲットです。はい、ドンとね、回答もう1体行きます。はい、というわけでゲットです。ちょっとね、離れますちょっと離れます。あ、これも行きたいスポットですね。ちょっと待ってください、景品がでかすぎるんでちょっと直しますね。はい、ちょっとカメラ置きます。はい、すいません。で、どうしましょうか。次これ行きましょうか。ね、まあこれ大きいんですけどね、爪ピンピンなんでこれこんな爪ビン。まあ一回行きましょうか。まあね、頭持ってね、パワーさあればどないかなるんで、ね、はい、お、これもいけるかな。あいつはね、あのヒレが引っかかったらね、もうそのままゴロゴロ、あ、さあどうだ。ヒレがね出てきたらね、多分あのこう滑ってくると思うんですけどね、見た、あのヒレがね、こう引っ張りというかね、突っ張ってるんで、あ、このビニールが邪魔やな。というわけで8秒、とりあえずね真ん中持ってきます。さあどうでしょうか。頭持ちで狙えるかな。これでね引っ張ってくることができればね、まあパワー強そうですね、さすがに。さあどうだ。まあ無理ではないけどって感じですね。まあもう一回いきましょうか。まあ時間ギリギリまでとりあえずこのねヒレをいじいじしてね、出てこないですね。あの真ん中からね、あの出てこないですね。だけどもうちょっと無理そうなんで持ってきます。さあどうでしょうか。これ120センチあるんでね、はい、OK。
今度はね、あのつまみ寄せというかね、頭を持ち上げました。やはりね、この下半身があるんでね、あの暴れることないんでね、はい、ね、だんだんあの寄ってきます。でこのままね、景品があの縦にならないようにね、引っ張ってきます。で次は一旦ちょっとつまみ寄せようかな、うん、OK、というわけでいきましょう。まあどちらかというとちょっと持ち上げるようなイメージですね、うん、つまむというかもう3本で持っております。あえて右側は景品させておりません。ちょっとやっぱさっとね、浮き上がりが弱いんで、さあどうでしょう、ここから一気に反動でこのまま OK ですね。これですね、あのいつも言ってるこのこういうやつですね。もう理想的なつまみ寄せになっております。で持ち上げましょう。ここまでいけばね、まあ、おそらく失敗することはないんですが、油断はできませんよ。ちょっとね、あのこういう時はね、シールドがかかってから勝負なんですよね。あのやっぱりどうしてもね、あのシールド内側にね、あのアームが入っちゃってからね、その辺の反応をどう見ていくかっていうところで、これですね、左アーム、奥アームがね、シールド内側です。ただそれも物ってもせず、パワー全開ですね、はい、OKOK ちょっとこれね、シールド高いんでこれだいぶ濡れちゃってるんですけどね、はい、まあ、これはクルリンパ多分ね、まだまだ無理なんで、もう一回行きましょうか。まあ、これも持ち上げる感じですね。つまみ寄せるよりかはね、もう持ち上げてね、一気に行った方がね、早そうなんで。さあどうでしょう、頭を引っ張っていけてるかな、これ引っ張ってこい、引っ張ってこい、引っ張ってきたね、 OK こっからむずそうやな。はい、もう一回行きましょう。あとどんぐらいかな、あ、まだ行っても2000ぐらいありますね。先ほどね、2、300円でディスプレイゲットしただけなんでね。でこれちょっとね、今口のところですね、覚えてる、この、ね、シールドが今口のところなんでね、あのそれ以上にこう引っ張ってこれるような位置をつかまないといけないので、さあどうでしょうか。景品ちょっとくにゅって押しながらね、ちょっとくにゅって押しながら深めを持って、でしっかりね持ち上げながら、さあどうだ、ずりずり、あ、来てません、ずりずり来てますね。さあ来い、あーっと口のところまで行きましたね。ただこれどうしよう、これもしかしたらね、景品長いあるあるで攻略できそうなんでね、どうしようかな。じゃあ一旦ね、景品ね、これぬいぐるみがね、コースを折っちゃってるんで、一旦アーム本体でグニュッと押してね、こう押します。はい、一旦景品をね、押してちょっとね、あの立てかかってるんでね、このくったり系の良さがなくなってるんでね、ちょっと景品をグニッとして、これですね。でこっからどうでしょう、持ち上げてくれれば結構いいんじゃないかな。あー、抜けちゃうか、あれが。あー、もうこれは必須みたいですねこの角度はやっぱ必須みたいなんで。ただね、これね、むずいな。もう一回持ち上げたらいけるかな。これね、持ち上げすぎたら今度 こっちに倒れちゃうんでね、うん、まあちょっと上げてみましょうか。多分重心がね、ここなんで多分いけると思うんですけど、あとはアームサイズがちっちゃいんで、もしかしたら引っかかっちゃうパターン、これが嫌ですね、引っかかっちゃうパターン。さあどうでしょう、重心の頭がシールドにしっかり乗ってるんで、ここから持ち上げて抜けろ、持ち上げるな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 これですね、これが、はい、ということは乗せが浅いってことですね。これくったり系ね、この表面がね、モコモコしてるんですよ、くったりなんで、なんでこうどうしてもね、シールドが滑っていくっていうのが難しいんですよね、形として。なので、じゃあやっぱり先ほど言ったちょっとね、くにゅって押しながら、もう少しちょっとね、シールドを一気に飛び越えてくれるような感じで、さあ来い、あっと、ちょっと景品が向こうに来だしたね、うん、さてどうしようかな、怖いな、ちょっと角度調整しましょうか。ちょっと角度調整します。ちょっと右アームをね、奥の頭のところを滑らせながらつまんで、ちょっと角度調整します。奥に倒れそうなんで OK です、 OK です。ここから先から変わってないですね。ここからの行き方がわからんな、どうしよう。もっとつまんだりかな、どうしよう、もっとつまんないかな。多分ここまでのね、アームポジションになるとね、多分ね、頭をね、引っ張ってこないと思うんですよね。ちょっと一旦言いましょうか、ゴリゴリ寄せでね、右アームを滑らせながらギリギリ入れて、ちょっとさすがにやりすぎたか、さすがにちょっとやりすぎたかな、これは。あー、そうやね、うん、もうこれでいきましょうか、これでね。さっきの角度でね、行ったらね、
あの戻っちゃったんで、だいぶ深め持ちます。じゃないと無理だけど、というわけでこれはいけんじゃない？頭が落ちていけ、落ちていかない、落ちていかない、落ちていかんのか。これやべえ設定やな。どうしよう。あんだけ少なげてもチームか。これもしかしたらあの頭を寄せたのがミスなんかな、もしかしたらね。ちょっともう一回つまんでみます。つまむっていうか真ん中持ちでね。ちょっと一気に持ち上がって反動で、うわうわ、ここまでしか上がらんな。やばいね。先ほどね、どうしよう。じゃあこれで上げてみましょうか。これで上げたらもしかしたら反応が変わる、もしくは失敗する、どちらかですね。滑らせながらもう尾びれですね。尾びれじゃない、背びれか、背びれ、尾びれ、わからん。ここでいけるか。頭が持ち上がって滑っていかない、滑っていかない。あー、やってもうだな、そういうやばいやつか。もう一回いきましょうか。ちょっとね、これフィニッシュがきつそうなんで、そのフィニッシュ困りましたね。ここまで行ったのにフィニッシュができないってなると、だいぶちょっと困るな。さっきね、口の顎まで乗せたんでね。そっかそっかそっか。まだ全然足らないですね。もちろんいきます。くそ、最後の最後で 謎の沼りを起こしてますね。これもいきます。やばい、あ、ちょっとビビってストップボタン押しちゃった。さてこれでもうちょっと引っ張ってこい。あー、これからやっぱ後編だ。くっそ、どうしようかな。あー、どうしよう。ちょっとやばい、詰まってる。ここまで来て詰まるっていうのが痛いな。さあどうでしょうか。この景品がね、どうしてもね、このシャチホコみたいにね、こうこのこれですね、これ。うわ、粘れ粘れ、うわ最悪失敗した。このシャチホコがね、これがね、景品がね、こうなってくれるとね、そのままいけるんですけどね、うわ失敗しちゃったな。まあ、逆に言うとね、仰向けで引っ張ると多分いけるんじゃないかなと思いますね。もう一回いきましょうか。まあイメージとしてはね、ディスプレイズルズルで狙っていきます。うわー、やっちゃったな。あっこまで行って失敗するんやな、ぐらいね、やっぱこの設定に関してはちょっとシールドが高いですね。さあどうだ。もう一回行きましょうか。ちょっとね、先ほどとはね、形が若干変わってきてるんでね、ゴリ寄せていきます。ゴリ寄せで頭を滑らせながら滑っていけ。うわー滑った。あー、正解か、下半身引っ張るが正解かもしれませんね。やめていきましょう。うわー、最後の最後にだいぶ沼った。うわー、2000ぐらいいかれましたね。ごめんなさい、もう一回いきます。先ほどね、自分で今言ったようにね、下半身で振ったらいいやないかということで、下半身振っていきましょうか。これ一番手前です。あ、シールド刺さるかな。やばい、いけるかな。いけるね。で、このね、下半身を振っていきます。まずとりあえずね、縦のラインに一発して、さあ来い。お、いいですね、いいですね。でこのまま、あー、ちょっと下半身の場所が悪いかな。ちょっとね、この手に刺さりそうなんですよ、下の手にね、下の手に。 OK、 いった、いけいけ、いったいった。これ頭支点に一気に振ってくれるんじゃが、パワー強いんで、ここから持ち上げてこい、持ち上げ、あー、いいですね、いいですね、いいですね、いいです。この尾びれがね、浮いたんでね。で、ここからもうガンガン刺していくと、この尾びれがまずね、このシールドに乗せたいんでね、はい。あ、例えばこれもちょっとあれやな、やばいな、いけるか。手に刺さりそうなんですが、手に刺さって滑って下まで降りていけ。うわ、縫い目に刺さった。うわ、最悪、縫い目に刺さった。これはちょっとミスプレー。もう一回も戻してこい、戻してこい。うわ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 、微妙ですね。もう一回いきます。
あ、せっかく ね、ディスプレイでサクサクサクっていったんですが、ちょっとこのね気持ち甘め寄せですね。この下のね、手に刺さらないように。さあ OK、 でこっからですね、こっからしっかり入ったんで一気に引っ張ってこい、下半身は引っ張ってこい、浮いて OKOK、 で今度こうですね、こう先ほど失敗したこの浮きの部分でね入れていきます。さっきはね、このね背びれのこの縫い目に刺さっちゃったんで、そこには刺さらないようにちょっと甘いんですけどね、はい、寄せていきます。とりあえずね、このね尾びれ、尻尾ですね、尻尾をこのシールドこっち側に出したいですよ。ここから持ち上げてこい、持ち上げてこい、うわーちょっと出てきた、ちょっと出てきたけどこれね、可動域がねここに入ればね簡単なんですけどね、はい、もう一回いきましょう。さあどうだ、ここ右アームを滑って尾びれを入って、ここ、あ、入った入った、やっと尻尾の下入りました。ここから持ってこい、尻尾を引っ張って、うわ尻尾が浮かない、浮かないよ。あー、どうしたやろ、寄せが甘いかな。でも寄せをきつくするとね縫い目に刺さっちゃうんで、うん、ゴリゴリ寄せですね、もう刺さる程度です。あー、そこまで刺さっちゃうか、あー難しいな、うん、やっと持てる、うわー今2800円目ですね。ちょっと熱くなっちゃいましたね、最後の最後。あーとね、じゃあ手前アームもちょっと回避しましょうか。あーちょっと寄せばっかね頭に入ったんでね。あ、手前アームがタグ入りましたよ。さてどうでしょう、こっから何か起こってくれ、起こって尻尾がシールドを乗ってくれ。オッケーオッケー、タグ引かれたオッケーオッケー、よしよしよし、これをねこっちに振りたいんですけどね、こっちにね出るかな、あのアームの可動域的にね、いきます。一応ねこの縫い目には刺さらないように、一応ね景品自体はシールドにしっかり乗って浮いてるんで、あとはここからどういった感じでぬるっと、ほいぬるっと、あーちょっと来ましたね、今ぬるっと動きましたね、ちょっと待って、ちょっと延長します。先ほどねディスプレイゲットからちょっとねあのボタついております。あれ、大丈夫かな、あ、そこいけそう、今多分きついな、多分きつい、今俺、私、すいません、あのお釣りを取り忘れたんかなとふと思ったんですけど、下ろしたからでも本数で言うとあれやから、あ、いけません、ごめんなさい、私のびっくりした、計算が間違えてました、セット9000円取り忘れたかと思いました。最初に財布にね、ちょっとね、細かいのが入ってたんでそれを使ったんでね、はい、というわけで3000円いきます。あ、違う、3000円じゃない間違えた、間違えました、あの9000円取り忘れたんじゃねえかっていう、あの焦りで3000円落としちゃいましたというわけでね、いきます、まあ、とりあえずね、あの1000円くらいで終わろうと思うんでね、で行きましょうか、もう一回寄せようかな、ちょっとね爪がピンピンなんで、どうしてもね反応が悪いんでね、とりあえずね寄っていきます。あ、いいですね、手前アームがまたタグ入りました、手前アームがタグに入ったんで、ここがなんかいい感じに引っかかれば、ここからここからここから起きてきた、起きてきた、起きて、起きて、起きて、さてどうしよう、でこのままもう一回同じとこ狙っていきます。はい、ディスプレイズリでですね、手前アームシールドが OK、 ここでしっかり持って受けば、ここで持って OK、 さあどうだ、さっきの失敗は OK OK OK、これはいけるでしょう、さすがにね、ちょっとここで、ね、今ねあのシールド際で粘られてるんで、まあ一旦押してみましょうか、一旦押してヒレを入れます、シールド内側にね、粘られてる、うわー見せたねー、あ、入ったけど粘るのか、OK です、いってもね、やっぱ重心こっちなんでね、はい、アラーム鳴ってるんですけど、まあ行きましょう、そのまま右アームこれ刺してね、奥アームと、あ、つまみ寄せできなかったですけど、これも多分ね反動でそのまま落ちてくれると思うんですけどね、ここから一気に、あ、OKOK、 寄せできた、寄せ、最後OK、 というわけでね、あ、やっぱお尻、あの尻尾ですね、ちょっと後でまたねリベンジします、尻尾をね寄せるのが正解でした。あ、というわけで超でっかい、ちょ超でっかいのゲットです。
というわけでね、ここのままお客さん以内で終わりましょうか。はい、というわけですいません、ちょっとね、お釣りを取り忘れたんじゃないかっていう、ね、謎のトラブルでね、焦っちゃいましたけどね、最後に、ね、ブチゲットしました。というわけでね、またね、もしよかったらね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは、お疲れ様です。